それでは皆様お待たせいたしました。これより G-1 ファイルメーカープラットフォームの紹介、初めてのファイルメーカーカスタムアップ作成と題しまして、ファイルメーカー株式会社法人営業部マネージャー森本和明様よりご講演いただきます。それでは森本様、よろしくお願いします。しております森本と申します。どうぞよろしくお願いいたします。はい、過去にですね、2度ほど大阪でファイルメーカーカンファレンスさせていただいたことがありましたけれども、何年か空いて今回ですね、ファイルメーカーロードショーという形で、また開催させていただくことになりました、けれども、お忙しいところ本当に皆さんお集まりいただきましてどうもありがとうございます、今日明日2日間ありますので、ぜひごゆっくりですね、いろいろファイルメーカーの情報収集していただければなというふうに思います。はい、それではですね、このセッションでは、ここにありますようにファイルメーカープラットフォームのご紹介ということで、ファイルメーカーそもそもどういう製品ですか、ファイルメーカーのメリットって何ですか、そして初めてのカスタムアップ作成って書いてますので、カスタムアップを作るっていうことがどういうことなのか、実際にちょっと作るところのデモもご覧いただきながら、どういう流れでファイルメーカーでアプリケーション作れるのか、どんな機能があるのかというところをですね、ちょっと1時間なので表面的にですけれども、ご紹介させていただいて、今後皆さんがじゃあご自身の業務の中でファイルメーカーを導入するときの、材料としてどんなシーンでファイルメーカーここで使えるかも、あんなところで使えるかもというような、ちょっとですね、検討いただくときの材料にしていただければというふうに思っております。はい、で今日お話しさせていただくのは、この3点ですね、改めましてファイルメーカーって何ぞやという話と、カスタムアップ作成の基礎、基礎の基礎ですね、これから始めることを検討されている方向けなので、おそらくすでにもうファイルメーカー歴10年ですっていうような方はいらっしゃらないと思うんですけれども、よろしいですかね、大丈夫ですかね。はい、で、ファイルメーカープラットフォームスキル習得のために、実際使うにあたってはファイルメーカーやっぱりいろいろ学習して勉強していただく必要がある部分もありますね。じゃあどういう、なんでしょう、ラーニングコンテンツといいますか、学習するためのコンテンツこんなんありますよという、便利情報をお届けできればというふうに思っています。はい、じゃあまず1つ目、改めましてファイルメーカープラットフォームってどういうものですかということなんですが、今朝のオープニングセッションに参加いただいた方はですね、このワークプレイスイノベーションプラットフォームというキーワードをお聞きになっているかなというふうに思います。オープニングセッションにいらっしゃった方どのくらいいらっしゃいますかね。ありがとうございます。じゃあ皆さん、私がちょっとデモで手こずったところもご覧いただいているということですね。はい、その説は失礼いたしました。で、はい、でこのワークプレイスイノベーションプラットフォームなんですけれども、オープニングセッションでもお話があったようにですね、ファイルメーカー社我々自身でですね、ファイルメーカーの、が位置づけられるカテゴリーというのを再定義して、いろいろ考えた結果、ファイルメーカーはワークプレイスイノベーションプラットフォームであるという結論に至りました。で、この裏側にある思いというか考え方を、改めてちょろっとお話おさらいですけれどもさせていただきますと、まず基本のコンセプトとなるのは、このパワフルな技術を誰もが利用できるような仕組みを提供する。ファイルメーカーってカスタムアップを自分で、業務アプリケーションですね、自分で作ることができますけれども、普通、ソフトウェアを作る、業務システムを作るとなると、プログラミングをはじめいろんな専門的な知識が必要になるわけですけれども、ファイルメーカーはですね、もう30年ぐらい前から、製品ができた当初からそういった技術を専門家だけではなくて、実際に現場で業務を行われている IT の専門家じゃない方も含めて、誰もが利用できるような、そういう簡単に作れるような仕組みを提供するというのが基本のコンセプトとしてやってきています。なのでファイルメーカーは簡単に作れるっていうふうなことを、よくお聞きになられるかもしれません。でそのファイルメーカーが位置づけられるのは、これも朝ありましたが、アプライアンスアプリケーション、Excel ファイルだったりメールソフトだったりですとか、一つの機能に特化して利用される、業務アプリケーションですね、いっぱいあるかと思いますが、そういったものと、右側のエンタープライズシステム、多くの企業さんは全社的な基幹システムっていうのがあるかなと思いますけれども、これら2つの間には常にギャップがあります。例えばですけれども、 Excel、 ちょっとこの
業務フローをもう少しシステム化して効率化したいなと思った時に、じゃあ Excel で頑張ってやるマクロ組んで やるのもなかなか荷が重いな、かといって、全社の基幹システムでその機能を追加するとなると話が大きくなりすぎてお金も期間もかかってしまうということで、ちょっと現実的じゃないなという場合に、このギャップをですね、ワークプレイスイノベーションプラットフォームであるファイルメーカーが、埋めますよということになります。でそのワークプレイスイノベーションプラットフォームとして提供するちょっと具体的な機能のところに少し落とし込みをしますと、この3つがありますよ。それが作成共有統合ということですね、カスタムアップを実際に作るという作成、まあ、DIY というふうにありますけれども、まあ、先ほども誰もが利用できるようにというのがありましたが、専門家にお願いするのではなく自分自身で必要な機能を持ったアプリケーションを作る、これができるのがファイルメーカーです。この作成のところですよ。でエコシステムとありますが、最後にもご紹介します。いろんなラーニングコンテンツだったり、専門のベンダーさんである F、専門のファイルメーカーの開発ベンダーさんであるファイルメーカービジネスアライアンスというところがそうし、開発を支援してくれたりですとか、そういったエコシステムも我々構築してますよと。そして共有のところですけれども、これが主にまあちょっと2つの意味がありますが、Windows だけすいません、 Windows だけ Mac だけではなくて Windows も Mac も使えますよ。さらに iOS モバイルという意味で言うと iOS も使えますし、さらにウェブブラウザからそのデータにアクセスする、いろんな環境いろんなデバイスから安全にそのデータに接続させることができますよ。もう一つは組織全体で、まあ、全社的にもしくはある特定の部門の中で、情報を共有することができる、まあ、そういった意味を込めた共有ですね。そして最後に統合ですけれども、ファイルメーカーとして一つの仕組みを構築したとしても、もしかしたらそれだけでは不十分かもしれません。いろんなデータが基幹システムだったりクラウドサービスだったり、別のシステムにいろんなデータがあります。これらをファイルメーカーで統合して いろいろいろんなところに散らばっている情報をファイルメーカーが統合して有効的に活用できるようにすることで、より有効的な使い方効果を発揮するということがございます。その統合するためのいろいろな、まあ、連携ですね、既存システムとのデータ連携をするための機能というのがファイルメーカーいくつも備えている、この部分が統合ということになります。はい、一つ一つちょっと見ていき、もう少し見ていきますと、作成というところでいきますと、ファイルメーカーデータベースの独自のデータベースのエンジンを持っています。実際の業務データを保管しておくためのデータベースですねがありますし、それはデータの話ですね。2つ目、マウス操作で直感的かつ自由度の高いレイアウトを作成することができる。業務のアプリケーションを作るとなるとやっぱり画面を作りますよね。で、見やすい画面、使いやすい画面を作れるかどうかというのは非常に重要なポイントになりますが、ファイルメーカー本当にそれが直感的にですね、画面ちょっとこれ後でデモでご覧いただきますが、作ることができます。さらにノンプログラミングで作成可能なスクリプト、まあ、これこそがですね、高度な技術を誰もが利用できるようにというところも、一番分かりやすい例かなと思うんですけれども、じゃあ画面にボタンを置きました。そのボタンを、クリックするとそのデータを集めてきて集計をして、計算させて結果をこう表示させるみたいな、なんか処理がありますという時に、その処理をプログラミングで書くってなると、このプログラミング勉強しないといけないし、ちょっと難しい。ファイルメーカーはそういったいわゆるビジネスロジックと呼ばれる処理の部分ですけれども、それをこれもですね、非常にビジュアル的に直感的に作ることができますというところがですね、そういった高度な知識が必要ないというところもここの当たるわけですね。でその2つ目、共有ですけれども、はい、マルチプラットフォームという話少しさせていただきましたが、コンピューターパソコンに関しては Windows、Mac またはウェブブラウザでそのデータ、ファイルメーカーのデータを扱うことができますよ。モバイルについては iOS、ウェブブラウザ、まあ、たまに Android はどうですかっていうふうな質問をいただくはいただくんですけれども、 iOS 用にはですね、専用のアプリがあるんですけれども、 iOS ではない場合は、まあ、ウェブブラウザ、大概のスマートフォン、タブレットに入っていると思いますので、そのウェブブラウザを使ってファイルメーカーデータを操作するということも可能になります。そして、サーバーっていうのがあるんですけれども、まあ、共有するためにはサーバーである、ファイルメーカーサーバー、もしくはそのクラウド版のファイルメーカークラウド for AWS というサーバー環境にアプリケーションとかデータを全部置いておくことによって、
いろんな端末から接続することができるんですが、これが今申し上げたようにオンプレミス版とクラウド版両方お客様の用途だったりご希望ご要件を選んでいただけるような環境がご用意がございますと。そして実際に運用する時でもですね、当然データなんで大事な業務データを扱っているわけですから自動バックアップというバックアップの機能だったりもしくはサーバー上の処理を自動化するスケジュール機能、まあ毎週何曜日の夜中の何時にこのデータを集めてきて、ここに吐き出すみたいなこうバッチ処理と呼ばれているようなものですけれども、まあ、そういった機能があったりもします。この辺もちょっと後でもう少し詳しくご説明しますね。で、他のシステムとの連携というこの統合というところですね、これも実際にご説明したようにいろんな基幹システムだったりクラウドサービスだったりいろんなところと統合データ連携をさせるという時もですね、やり方は結構いろいろあります。で、中間ファイルのエクスポートインポートというのがありますけれども、これがまあ一番分かりやすい例なんですけれども、例えば、そうですね、基幹システムから自動的にスケジュールを組んで、例えば毎日夜中の12時にここにデータを吐き出しておいてもらう、まあ、そういう設定を向こう側でしておいてもらう。で、Excel もしくは CSV で吐き出します。それをファイルメーカーが読み込むことによってそのデータを全ファイルメーカー側で取り込むことができる。ですとか、まあ、当然その逆もしっかりですよね。ファイルメーカー側で吐き出したデータを CSV なんかを別のシステムがインポートする。っていうようなそういう CSV とか Excel を中間ファイルとして利用した時のデータの受け渡しがこの一つ目です。そして二つ目 ODBC、JDBC ありますけれども、まあ昔からある技術ですけれども、例えばファイルメーカーから別のシステムに対して直接 SQL 文を、このデータくださいねという SQL 文を発行してその結果をデータベースから直接もらう、まあ、よりリアルタイムなデータ連携、一つ目に比べてよりリアルタイムなデータ連携をするときに使えるような技術ですけれども、最近はですねこの3つ目がやはり主流となってます。まあ、REST API というまあ、ウェブの技術なんですけれどもを利用した連携、特に最近クラウドサービスって本当にいろいろありますよね。特定の業務に特化した経費精算とか、勤怠管理とかいろんな業務に特化したクラウドサービスいっぱいありますけれども、結構そういうクラウドサービスっていうのはこの API っていうのを用意してるんですね。クラウドサービスが各クラウドサービスが用意している API を使えば、そのクラウドサービスに対してその API を利用してこのデータちょうだい言って取ってくることができる。場合によっては自分が持っているデータをこれどうぞって言ってそのクラウドサービスに API を使ってデータを送り込むことができる。そういったまあクラウドサービスを提供している会社各社がですね、もう API を使ってクラウドサービス同士だったり他のシステムと連携できるような仕組みにも最初からしているんですね。そういうのを利用してファイルメーカーとクラウドサービスを連携させるというようなことももう可能なので、本当にいろんな可能性がここには秘めているだろうなというふうに思っております。はい、これが連携、まあ、統合というところの、まあ、簡単な中身でございます。はい、でファイルメーカープラットフォームの製品群ですけれども、もう少し具体的にじゃあこれらを今ご説明したような機能を実現する各ファイルメーカーの製品というのがこれらです。まあ、ここには4つしかありませんが、ファイルメーカーの製品というともうこの4つしかありません。左からファイルメーカーサーバー、ファイルメーカークラウド、ファイルメーカープロアドバンスト、そしてファイルメーカー GO ということで、最新、まあ、18って書いてますが、最新のバージョンがこちらの 18になります。で、縦軸の方にですね、一番左がサーバー開発、クライアント、そして対応 OS というふうにありますけれども、それが、対応 OS 以外ですね、サーバー開発、クライアント、それぞれがまあそれぞれの製品がまあサーバーなのか開発をするためのツールなのかっていうのをこう表したマトリックスなんですけれども、例えばですね左側のファイルメーカーサーバーとファイルメーカークラウド、これサーバーって書いてますからそのままなんですけど、これらがファイルメーカーでサーバーの機能を提供するものです。一元的にデータを管理して、その下にクライアントがまあパソコンだったり iOS の端末だったりがぶら下がるような構造ですね。この後ちょっと絵でご覧いただきますが、その次ファイルメーカープロ18アドバンストという、これ、まあ、対応 OS 見ていただけますと Windows、Mac ですけれども、これパソコン用のソフトです。あ、
ちょっと言い忘れましたけど、ファイルメーカーサーバー18、これも Windows Mac って書いてますけれども、これはあのサーバー用のソフトウェアなので、Windows の場合は Windows サーバーが必要になります。ファイルメーカークラウドは AWS 上で動くもので、ここ対応 OS 書いてないんですけれども、AWS のマーケットプレイスというところから、このファイルメーカークラウド購入いただいて、実際に利用するときは、CentOS という Linux 上で動くものになります。そしてファイルメーカープロアドバンス、これパソコン用の Windows、Mac で動くものなんですが、これが提供する機能が、開発とクライアント、開発というのはそのカスタムアップを実際に作る機能ですね、作成と言ってましたけれども、作成する機能をファイルメーカープロアドバンスが持っています。そして当然パソコン上でそのデータアプリケーションを利用するためのクライアントとしての機能も持っています。もう一つちょっとグレーなんですけども、グレーっていうのはあの色がグレーですけれども、簡単なサーバー機能も持ってます。ファイルメーカープロアドバンス自身がサーバーになって、5台までの端末そのファイルメーカープロアドバンスにつなげて、そのデータを共有することができるという機能が一応あるんですけれども、信頼性だったり安定性の面からこちら本番業務で使っていただくというよりはあくまで検証テスト用で、使っていただける機能になっています。そして最後にファイルメーカー GO18 という、これは形から分かるように、で対応 OS も iOS と書いてますけれども、iOS 用のアプリなんですね。 iOS をお使いの方もしいらっしゃれば、あの App Store でファイルメーカー GO って検索していただければ無料でダウンロードいただけるものです。このファイルメーカー GO がファイルメーカーのアプリ、ファイルメーカーで作られた、カスタムアップと呼んでますけれども、アプリを iOS 上で利用するときに必要になるものです。ダウンロード自体は無料です。でこれらの4つの製品を使って、じゃあ具体的にどんな利用イメージになるのかというのがこちらなんですけれども、まず、ファイルメーカーサーバーとファイルメーカークラウド 4AWS、 これらはお話したとおりサーバー機能を提供するものなので、やはり これが中心に位置づけられます。ここに、データとかを一元的に管理させるようになるんですけれども、まず最初にサーバーがありますと。そしてパソコンで開発と書いてます、作成ですね。実際にファイルメーカープロアドバンスを使ってパソコンでアプリを作ります。そして作ったアプリをサーバーにアップロードするんですね。サーバーに置いておきます。そうするとその作ったアプリはサーバー上に存在することになるので、アプリとデータすべてサーバー上に存在することになるので、そのサーバーに対して例えば社内からパソコンを使ってサーバーに接続して、そこのデータを見たり入力したり、もしくは集計したり報告書を作ったり、いろんな業務を行うことができますし、社外外にいる人、工場だったりお客さん先だったりいろんなシーンが想定されますけれども、外にいる人は iPhone とか iPad を使って同じようにそのサーバーに接続することによってデータ入力したり参照したりすることができます。そしてさらに、例えばこれ例です、必ずしも取引先じゃなくてもいいんですけれども、例えば取引先の人はファイルメーカーのこのプロアドバンストというソフトを持ってませんから、例えばウェブブラウザを通して同じようにサーバーに接続して、例えばそこにある在庫情報を見たり、その在庫情報に対して注文を情報を入力したりっていうようなことをブラウザを通してすることができますっていうのが、ここまでがファイルメーカーの仕組みというか、ファイルメーカーだけで構成された仕組みになりますが、開発して作成したものをサーバーで共有する、もう一つありましたね、統合というのがありましたけれども、さらに例えば基幹システムがあれば、その基幹システムとファイルメーカー持っているデータを連携させて、基幹システムが持っているデータをファイルメーカーに持ってきて、それを iPad で見るみたいなこともできますし、お話しした通りクラウドサービスがあればそことデータ連携するというようなこともできます。全て使えば これが一つの大きな、何でしょう、こういった仕組みをファイルメーカーで作ることができるということになります。なんとなくイメージ湧いていただければいいんですけれども、そうですね、こういう一つの仕組みを利用してファイルメーカーサーバーを中心に、ここにデータを一元的に管理して、
例えば社内で入力したデータをすぐにもう社外の iPad 上で見たり、お客様がブラウザから入力した注文情報をすぐに社内で確認して注文処理をしたりというようなシステム化を行うことができるんですね。でこういう、まあ、今ご説明したようなものを全部ひっくるめて、まあ、言葉にするとファイルメーカーとは、モバイルクラウドおよびオンプレミス環境で動作するカスタムアップを作成して展開するための統合型プラットフォームっていうようなことが言えますが、まあ、別にこの文章はそんなに特に覚えていただいたりしなくても結構ですけれども、こんなことができるんだなというふうにご理解いただければ結構です。はい、次にカスタムアップ作成の基礎ということで、じゃあ実際に作るってなると、まあどういうものをどういうふうにして作っていかないといけないのかというところなんですけれども、こちらはまあ主にデモでご覧いただくところになりますが、カスタムアップの3要素ということで、はい、実際カスタムアップ、まあカスタムアップ何度も出てきますけれども、ファイルメーカーで作った業務アプリケーションのことですね。カスタムアプリケーション、カスタムアップと呼んでます。でこのアプリケーションを構成する主な3要素としまして、まあ、データベース、まあ、データですね、そしてレイアウト、スクリプトというのがファイルメーカーにはございます。データベースのところですけれども、これは実際のデータになります。まあ、業務データですね、まあお客様の情報、顧客情報だったり取引履歴だったり商品情報だったり請求だったり、まあ社員情報だったり、いろんなファイルメーカーで管理するべき情報データというのはたくさんありますよね。それをファイルメーカーが持っているデータベースエンジンに保存しておくということで、それがデータベースの部分になります。そしてレイアウト、データを表示したり、まあ、操作するための画面のことですね。まあ、結局はそのデータベースが持っているデータを実際に表示させる、人が目に見えるようにするための画面ですね。で先ほども言いましたように、ボタンを押したり検索ボタンポチッとか集計ボタンポチッとかボタンを押していろいろ操作をするために当然画面が必要になりますが、これをファイルメーカーではレイアウトというふうに呼んでます。そして最後スクリプト、はい、というところが先ほども出てきました、ビジネスロジックというふうな言葉、キーワードありましたけれども、データに対する処理の自動化をするところです。まあ、ボタンを押したら何かしら処理が走る、その処理っていうのがファイルメーカーではスクリプトと呼んでまして、ここはまあ特にプログラミングも必要なくこのスクリプトを作ることができるんですよというところでございます。まあ、具体的には、請求書の自動作成送信、まあ、データを入力してポチッとボタンを押すとそれに応じて自動的に請求書の PDF ができるとか、そしてそれをメールで送信されるとか機能があったりですとか、まあ、在庫の引き当てとか販売実績を集計する、おそらくまあ実際 の, そのカスタムアップの機能に当たる部分かなというふうにも言えるかなと思います。はい、この3つの3要素ですね、この3つの要素を作っていく必要があるんですけれども、じゃあそれぞれをファイルメーカーで実際に作ったら、まあ、どういうふうに作っていけるのかというところをちょっとデモでですねご覧いただきたいというふうに思います。はい、で何のデータもないとデータ入力するところから始まってしまうので、まず最初にですねこの Excel でですね利用するデータをすでに用意しております。はい、皆さんご覧いただければまあお分かりのように、まあ、何の変哲もないただの Excel なんですけれども、会員番号とか会員登録日、有効期限で、名前とか住所とかですね、これが、まあ、ここの Excel ファイルの中に100件入ってます。はい、この100件のデータを、まあ、例えば Excel で管理するのもなかなかちょっとさっきのね何でしたっけ、アプライアンスアプリケーションとエンタープライズシステムのこの間じゃないですけれども、お客ユーザーある企業の営業部門では Excel でお客様の情報を管理してるんですけれども、やっぱり外出先でも見たいとか、もっと見やすい画面でもっといろんなデータ入力したいですとか、いろんな要望があって、それはなかなか Excel じゃ難しいなということで、これをファイルメーカーで管理するとどうなるかというところをちょっとデモでご覧いただきたいと思います。はい、ではまあ Excel にデータが元データがもうありますので、じゃあどうするかといいますと、最初にですねよいしょ、はい、ここのこれ顧客情報って今見ていただいた Excel ですけど、これをファイルメーカーにこうドラッグアンドドロップするんですね。そうするとここにあった100件のデータをファイルメーカーにインポート取り込むことができます。
はい、で、その時の名前をちょっとデモ0603というふうにちょっと名前をつけておきますが、で保存します、はい、そうすると、データを Excel からファイル名がデータをインポートする時のダイアログ画面が出てくるんですけれども、まあ、ここでちょっとこの辺は詳しいご説明は割愛させていただきますけれども、はい、進めていきますと、これ今ファイルメーカーの画面が表示されている状態です、ずらーっとデータが見えているのをお分かりいただけると思いますけれども、そして左上にですね、まあ、100という数字がここにありますが、さっき Excel にあった100件がもう全部このファイルメーカーのデータベースにインポート取り込まれた状態です。ということでデータもファイルメーカーが持ってますので、あとは次、これがまあ先のデータベースの部分ですね、はい、でデータベースの部分にデータがもう流し込まれましたので、次は、さっきレイアウトというのがありました、これらのデータを表示させるための画面レイアウトを作っていきたいと思います。はい、ここで新しい画面を作るんですけれども、せっかくなのでこのファイルメーカーの大きな特徴の一つである iPad との親和性、 iOS との親和性ですね、そこもご覧いただきたいので、ここでは iPad 用の画面を作成します。はい、ファイルメーカーももともと iPad 用の画面ということで iPad を選べるようになってますけれども、で、ポチポチっとやっていくとこのようになんか新しい画面が出てきました。はい、またここまっさらな画面で、画面上には何も乗っかっていないまっさらな画面なんですけれども、ここにですね、文字だったりボタンだったりいろんなオブジェクトを配置していって画面を仕上げていくというようなイメージになります。でまず最初にですね、この画面の色合いとかルック&フィールといいますか、見た目をですねちょっと変えてみたいと思うんですが、ファイルメーカーではこういうレイアウトですね、この画面のテーマっていうのが用意されてますので、このように見ていただければお分かりの通り色合いとかその各オブジェクトの大きさとかが違ういろんなテーマが用意されてるんですね。ではちょっとここ1個選んでこれを適用としてみますと、まあなんとなく色が変わったのがお分かりいただけると思います。でそしてここに一番最初に、例えば一番上にですね、お客様情報ということで、テキストボックスを配置します。はい、こんな感じですね。でちょっと文字がちっちゃいので、まあもちろん文字の大きさを変えたりとかいうことはできます。こんな感じですね、はい、でお客様情報というこれテキストボックスを配置しただけですけれども、を見えるようにします。で次になんですけれども、実際にこうデータを見たいですね、こうお客さんの名前とか住所とか会員番号とかを見たいということで、そのデータをですね見れるようにするんですが、この画面の左に、はい、会員番号とか会員登録日とかっていうデータの項目がずらっと並んでます。これよく見るとさっき Excel ファイルから取り込んだデータ取り込みましたけれども、 Excel ファイルが持ってた各データ項目ですけれども、それがそのままファイルメーカーでも項目として並んでます。これら一つ一つをフィールドっていうふうに呼んでます。まあ、あのデータベースでは一般的な呼び名ですけれども、各データ項目があります。このフィールド、例えば一番上の会員番号っていうのがありますね。会員番号をちょっとこの画面の左上の方に表示させるようにしようかなということであれば、ここはドラッグ&ドロップでポンと配置すると、ここに会員番号のデータを表示させるためのフィールドが配置されるんですね。同じように、じゃあ会員登録日をその下に、有効期限とか姓名っていう値、データをここの下に表示されるようにしようということで、こういうふうに並べます。そして一回ちょっと画面を保存してみますね。これ今画面を作成するレイアウトモードという、まあレイアウトを編集するモードなんですけれども、ここでちょっと編集した内容を一回保存します。そうすると、はい、お分かりいただけるでしょうか。あの実際にデータが表示されてますね。さっき Excel から取り込んだデータをこの画面で、はい、配置したところに配置したデータが表示されているような状態です。まあ基本はこれなんですね。配置したいデータ項目をもう見たい場所にドラッグ&ドロップで置いていくだけです。あとはもうサイズをですね変更したり、まあ、場所を変えたり大きさ変えたり、まあ、調整していって自分の使いやすい見やすい画面を作っていくということになります。はい、でここで一つですね、
Excel にはいろんな、まあ、括弧の左側に並んでいるデータ項目がありましたけれども、やっぱりファイルメーカーで管理する、iPad で見るということで、Excel にはなかったデータも管理したいと。例えば写真ですね。Excel の中でこう画像ファイルを管理するってなかなかちょっと難しいかなと思うんですけれども、ファイルメーカーでは当然文字情報だけではなくて、いろんなデータ、画像、動画、音声、何かのファイルっていうのも保存することができます。では、ただその写真を保存するデータ項目、ここフィールドがないので、ここで新しいフィールドをですね、新規フィールドに追加することができます。そしてここに写真と見えますかね。ちょっとちっちゃいですね。いうのを作っておくと、はい、新しいデータ項目ができました。それをこのままで作ったものをポンと配置すれば、ここに写真を表示、まあ、保存するフィールドを配置することができます。まあ、こんな感じでですね、どんどん画面を作っていくわけですね。で、この下には切り替えられるタブですね、何個かこうタブを切り替えられるようにしましょうと。で、例えばここの1つ目のタブとして詳細情報、お客さんのまあ住所とか詳細情報を表示させるタブ、表示させるタブ。そして次にですね、Excel にもありましたけれども、ファイルメーカーはすでに住所のデータを持ってるんですね。何々県、都道府県と、市区町村の情報をファイルメーカーはすでにデータベースに持ってますが、それはあくまで文字なので、やっぱちょっと分かりにくいと。お客さんのところに訪問するとき、やっぱり地図で見れると嬉しいなという要望が現場サイドからあったということで、じゃあ地図を表示させるタブも置いておきましょうかと。でさらに、お客さんにはこう見積書をやっぱり送ったりします。でこのお客さんにどの見積書を送ったか見れるように、その見積書の PDF も同じようにファイルメーカーに保存しておきたいということがありますということで、じゃあ見積書が見れるタブも作っておきましょうという感じで、タブをいくつか作りまして、そうすると、まあ、こんな切り替えられるタブが出来上がりますが、そして詳細情報のところに、性別とか住所の情報ですね、こんな感じで配置したり、あとメールアドレスとか誕生日、はい、っていうのをここで配置しましょうと、まあ、すごい簡単ですけれども、で地図のところですけれども、じゃあここに確かに住所っていうのがありますね、住所1と住所2とありますけれども、これを地図で表示させる、こんなやり方があります。ファイルメーカーのウェブビューアーという機能なんですけれども、ファイルメーカーのこのレイアウトの上にウェブブラウザを埋め込む、配置する機能があるんですね。ウェブブラウザなので、いろんなウェブページを表示させたりすることができるんですが、そのうちの一つにこちら Google Maps というのがあります。これ最初からいくつか入ってますけれども、 FedEx とか Wikipedia とかありますけれども、当然これらしか使えないわけではなくて、自分自身で入力すれば別にどんなウェブページでもブラウザで表示できるものであれば何でも表示できます。はい。で、まあ、Google Maps はたまたま最初から入ってますけれども、じゃあこの Google Maps 表示させるときのこの住所をじゃあどうしますかということなんですが、これはファイルメーカーがもうデータベースですでに住所のデータ持ってますから、それを指定します。で、このときに先、住所1と住所2っていう2つの値がありました。この住所1とがまあ都道府県、住所2がまあ市区町村みたいな感じなんですけれども、この住所1と住所2をくっつけた値がまあフルの完全な住所の値になるわけなんですね。そういう時に使えるのがこの計算式、この計算式っていうのもファイルメーカーではすごくよく使う、いろんな値を計算させたりする時に使う非常に便利な機能なんですが、まあ、一言で言ってみ申し上げますと、Excel の関数機能に似たようなものです。今からやるとすごく分かっていただけるかなと思うんですけれども、ここに、真ん中にこの計算式を書いていくんですけれども、これもほとんどクリックでできるんですね。左側に住所1と住所2というフィールドがありますが、計算式を書くにあたっては住所1をダブルクリックすると、住所1というのが入りました。そして右側を見るといろんなこう演算子があるんですね。イコールとか、まあ、プラス、まあ、指則演算の演算子とか。で、その一つにこのアンドマークというのがあります。で、Excel でも同じなんですね。アンドマークって値と値をくっつける、つなげる演算子ですけれども、ファイルメーカーも同じなんですね。
このアンドマークポチアンパサンドですね、クリックすると式にアンドというのが出ます。そして最後また住所2をダブルクリックすると住所1アンド住所2という式が出来上がるわけですね。これでこの住所1と住所2の値をくっつけたという式になります。これをウェブビューアーの Google マップスの住所のところに設定されますので、Google マップではこの住所1と住所にくっつけた住所を Google マップで表示するという設定になります。まあ、なんてことはない非常にシンプルな、理屈になりますね。そして最後見積書とありますが、写真と同様見積書を保存するフィールドっていうのはありませんでしたので、ここによいしょ見積書という新しいフィールドを配置しておきましょう。さらに見積書とあんまり実際現実世界ではあんまり関係ないかもしれませんけれども、この子の会社ではですね、お客さんからの確認の署名をもらっていると。今までこう紙に署名してもらってそれを保管してたんだけれども、それをもう電子的に保管しておきたいということで、ファイルメーカーではですね、そういう時に使える署名機能なんかもあるんですね。その署名を保存しておくフィールドも作ったので、それらをよいしょ見積書とフィールドと署名フィールドっていうのを、じゃあこの最後の見積書タブに配置しましょうという感じで、どん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 画面が出来上がってきました。じゃあとりあえずこれで一回保存しますと、はい、まあ当たり前ですけれども、ここに配置したところに配置したデータが表示されまして、地図を見てみますと、はい、ちょっと設定がですね全然してないので、こういう左側の邪魔なものが出てきたりしますけれども、この住所が、Google マップスで表示されてます。当然次のお客さん変わると住所が変わるので地図も読み込み直されますというような感じですね。で見積書タブ、こんなタブができました。ではここ一旦ここまでにします。でこれでなんとなく直感的に画面がどん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 作れるというところをなんとなくイメージ持っていただけたかなと思うんですが、今度はですねさっきのスライドにもありましたが、はい、今ここですね、パソコンで開発作りました。今度それをサーバー上にアップロード、サーバー上に配置しておくことで他の端末からアクセスができるようになりますよというふうに申し上げました。それをちょっとやってみたいと思うんですね。はい、この画面からホストにアップロード、ここからファイルメーカーサーバーにアップロードすることができます。今回ですねデモ用にサーバーを用意しておりまして、そこにアップロードをしますと、はい、これでアップロード終わりました。今実は AWS 上に用意したデモ用のサーバーにファイルメーカーのこの今作ったやつアップロードしました。で今これ同じ画面開いてますけれども、実はこれここにサーバー名が書いてるんですけれども、AWS 上のサーバーにアップロードしたものを今パソコンで開いている状態です。ここで出てくるのがよいしょこのこっちなんですけれども、この手元に私iPad 持ってますですね、そのまま表示させるだけですけれども、じゃあサーバーにもこれアップロードされたんで、もう iPad からもアクセスできるはずなんですね。じゃあやってみます。で iPad を使ってファイルメーカーのアプリを開くときに必要なのが、さっき申し上げましたファイルメーカー Go という、アプリです。一番下のここにありますね。もうすでに当然インストール済みでございます。でこのファイルメーカー Go を開いて、そのファイルメーカー Go のアプリからどのサーバーにアクセスするというのを指定することができます。そして今アップロードしたデモ用のサーバーを指定すると、左側デモ0603というのがもうすでに見えてますね。でこれを開くと、はい、このように全く同じ画面が開いてます。私iOS のアプリ、Xcode とか Swift とか使って作れますけど、私それ作れません。作り方知らないんですけれども、ファイルメーカーは知ってるんで、ファイルメーカーで作れば同じように作ったものすぐに iPad 上で操作するような、そんなアプリが作れるんですね。で今、よく見るとここ小森田さんという名前が入ってますね。ここも小森田さんという名前入ってますね。サーバー上に置いたデータ、サーバー上のデータをパソコンと iPad2 台の端末から同時に開いている状態で、かつこの小森田さんという同じ人のデータを見てます。
まあ、データ共有されている状態なんですね。じゃあこのパソコンで小森田さんをですね、私の森本という名前にちょっと変えてみますね。変えると iPad の方勝手に名前変わりましたね。はい、これ、まあ、当然なんです。同じデータ見ているんで、で iPad の方からも同じようにこういうふうにデータの入力当然できますんで、データ入力しますとパソコンの方もやっぱり変わりますね。はい、ということです。で、さらに iPad の方でも詳細情報見れますし、タブ切り替えれば地図、同じようにこういう地図が見れますし、見積もり書のタブも見れます。さらに、写真があるんですけれども、この写真っていうフィールドに写真を保存する方法いっぱいありますが、例えば端末にカメラがありますんで、端末のカメラを利用するとこういうふうにカメラを起動させてすぐに、例えばここで写真を撮りまして、はい、写真を使用するとふうにすると、端末で撮った写真をファイルメーカーにすぐに保存できて、さらに他の端末も共有することが可能ですとか、あと見積書っていうのがありましたね。見積書については逆に、例えばですね、まあ、出先から、まあ例えばですけど、電話で誰々このお客さんに、この見積書を作ってくださいっていう指示を出しましたと。じゃあ作りましたんで、ここにちょっと見積もりサンプルなんですけども、作りましたんでこのお客さんのフィールドに見積もり書保存しておきますねと、ドラッグアンドロップで社内の人が保存します。そうするともう iPad の方では ありがとうございますと言って確認することができるとか、あと最後署名っていう機能もありましたけれども、署名の場合こういうふうに、よいしょ、ちょっと汚い字ですけども、はい、指で署名を書いてそれを保存することもできます。まあ、こんな感じですね。私は今本当に説明しながらだったら時間かけて作ってますけれども、結局はこういろいろフィールドを配置していただけなんですね。それだけで写真も取り込めるし、PDF の共有もできるし、署名も保存できるし、当然 iPad でも見れるし、でいろんなことができるようになりました。でさらにファイルメーカーのすごい大きなところ、ちょっとこの後スライドでも出てくるんですけれども、使いながらどん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 拡張していくっていうことがすごく得意なんですね。例えばこういうふうに、まあ、とりあえずここからスタートしました、ね、営業さんも外でお客さんの情報を見れてハッピーになりましたと。でもやっぱり使っていくと、もっとあんなことこんなことできないですかっていう要望が上がってくるんですね。例えば、お客さんの情報を見れるのは嬉しいんだけど、実際商談行くとそのお客さん過去にどういう購入履歴があるかっていうのが見れた方がより商談に生かしやすいんだということがありますと。じゃあちょっとやってみましょう。はい、ここでですね、ちょっとまた作っていきたいと思うんですけど、はい、タブ3つありますけれども、ここの3つのタブに1つお客さんの購入履歴というのをちょっと追加しましょうと。はい、追加します。 できましたね。でここに過去のそれぞれのここにの、保存されているお客さんの過去の購入履歴をこうリストで表示させたいんですけれども、今ですね、実はファイルメーカーデータベースというふうに申し上げましたけれども、データベースなのでテーブルというものがあります。で今顧客情報という一つのテーブルがありまして、このテーブルの中に100件のお客さん情報が入っているんですね。はい、ここに入っているのはお客さん情報だけで、購入履歴の情報は当然ここのテーブルには入っていません。というかファイルメーカーまだその情報を持っていません。なので追加でですね、別の Excel にそれを用意してますので、レコードのインポートの機能を使って、はい、ここに、よいしょ、購買履歴という Excel ファイルがあるので、これがお客さんの購入履歴のデータ全部集めた Excel なんですね。ここから追加でファイルメーカーにデータをインポートします。はい、そしてよいしょ、インポートをしますと、ここ2000件のデータなんですけれども、よいしょ、はい、2000件のデータをですね、今インポートが終わりました。まあ、2000件でももう一瞬ですね、インポートは。はい、ということで、インポートが終わったんですけれども、ちょっとここからは少しテクニカルな話というか、あんまり深掘りしすぎると訳が分からなくなって終わってしまうので、あんまりちょっとあえてご説明を省きますけれども、ファイルメーカー
はですね、まあ、リレーションシップ、まあ、リレーショナルデータベースという特性を持ってますので、2つのテーブル同士をリレーションというもので結ぶことができるんですね。で、今顧客情報が入った顧客情報テーブル、そして購買履歴テーブルというのがあるんですけれども、これら両方が持っている会員番号という情報を持ってますので、これを2つピュッと線で結ぶと、これらのデータをリレーションで結ぶということができます。はい、リレーションについては今後ぜひ学習を深めていただければと思いますが、ちょっと今日は これだけにしておきますね。で、この、テーブル間のリレーションを作ってあげると、実際にここの画面に表示させることができるんですが、このようにポータルという機能を使いまして購買履歴の情報を表示させますよと。よいしょ。で、そこで表示させるデータ、まあ、来店日とか場所とか価格とかあるんですけども、いつ何をどこで、あ、どこでいくらで買ったみたいな、4つだけこのデータを追加して OK を押します。そうするとちょっと保存しますね。はい、そうすると購入履歴、購買購入履歴というところにですね、はい、この AA さんになってますけれども、まあ、過去にこういうものを買いましたよ、次のお客さんは過去にこういうものを買いましたよというふうに、お客さんごとの購入履歴を見れるようにすることができました。で、ポイントはこれで簡単に追加機能拡張できたんですけれども、 iPad の方を見てみると iPad の方にもすでに購入履歴というタブが見えてますね。はい、で、 iPad の方でももう同じようにデータが見れるようになりました。ということで、あの、場合によってはこういうふうにですね、あの、データだけではなくてレイアウトへの変更なんかも保存すればすぐに他の端末上で反映されますので、もう本当に必要な時にどん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 、あの、まあ、小さい変更であればですけれども、気軽に変更を加えていって、それをすぐに現場で使い始めることができるんですね。はい、一回一回こうシステム更新するから一回業務止めてとか、止まってる時間帯に作業してとかやらなくても、小さい軽微な変更であればどん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 、何でしょうね、変更を加えていって即座に迅速に、まあ、現場に、が使えるようにすることができるというのも非常に大きな特徴かなというふうに思います。で、まあ、こんな感じでデモではこれぐらいですけれども、さらにさらにいろいろ機能を加えていくと、まあ、例えば、今私がデモで作ったものをさらに拡張させたイメージなんですけれども、別の画面としてこういうお客さんの一覧画面を出しておいて、で、詳細、ここの詳細ボタンを押すと詳細画面に切り替わって、で、購入履歴も当然見れますし、あと見積もり履歴、さっきの実は私のデモだとですね、一人のお客さんに対して1枚の見積もり書しか保存できなかったっていう、あ、ちょっと機能制限があったんですけれども、通常は一人のお客さんに対して複数の見積もりを出したりしますので、こういう見積もり履歴っていう、まあ、リストで見れるようにすることもできます。で、例えばさらにですね、新規見積もり作成というボタンがありまして、はい、ここでこれもすごい簡単でちょっと申し訳ないんですけれども、商品名を選んでこの商品の見積もりを作成というボタンを押すと、この iPad 上で実は今見積もり書の PDF を作って保存しました。ちょっと見にくいんですけど、ここに見積もり書のサムネイルが表示されています。これをタップするとその内容、まあ、こんな感じの見積もり書の帳表をファイルメーカーで作ることもできますし、何だったらここのメール送信ボタンがありますけれども、このメールの送信ボタンを押すと見積もり書が添付されたメールを、メールの下書きを作ることができる。当然宛先はもうそのお客さんのメールアドレスが既に入っているっていうようなことも、 こんなことはもう本当に簡単にできます。はい、というところですね。で、ちょっとお見せしてなかったところは、この例えばメールの送信ボタンとかですけれども、プログラミング必要ないですよっていうのを散々言ってましたが、はい、こういうふうにここからですね、ボタンをちょっとすみません、適当に配置しますが、配置することができます。で、ボタンを配置するとですね、まあ、このボタンに割り当てる、アイコンとかを決めれたりするんですけれども、まあ、こういうメール送信アイコンなんかもありますね。そして次ここなんですけれども、ファイルメーカーではこのスクリプトという機能を使うと、プログラミングがなくていろんなこの処理の自動化を行うことができます。
でそのスクリプトなんですけれども、これどういうふうに作るかっていうのがこの画面なんですが、右側にいろいろずらーっと並んでいるものがあります。これよく見ていただくと、はい、オブジェクトへ移動、フィールドへ移動すると、次のフィールドへ移動、コピーとか消去切り取り、ファイルを挿入するとか、なんでしょう、なんか日本語でいろんな処理の名前がずらーっと並んでますね。これら一つ一つがファイルメーカー上で実行させることのできる動作、アクションなんですね。これを選んで、こういうふうにちょっと今適当にやってますが、選んで並べていくと、このスクリプトを実行すると上からズバッとその処理が自動的に実行されるという、本当にこうパズルみたいな感じで組み合わせるだけで、求める処理のを自動化することができる、それがこのファイルメーカースクリプトという機能なんですね。日本語ですし非常に直感的、さらにこう文字をこうずらずらと打つ必要はないので、タイプミスをする可能性も少ないですし、で非常にまあ簡単なんですけれども、例えば簡単だけどパワフルと、例えばこういうふうに if 文っていうのもあります。まあ条件分岐ですよね。もしこの値がこれだったらこういう処理をする、そうじゃなかったらこっちを処理するとか、あとループ、同じ処理をですね、中身繰り返し反復実行させるとかっていう、まあ一般的にはプログラミングで使うような機能も当然入ってますんで、簡単なんですけれども、まあ作れば非常に複雑なこともここでやることができます。はい、というところでちょっとスライドに戻りますと、はい、というところでこの3要素ですね、データベース、まあ、データをインポートしたところとか、あとレイアウト、画面の作り方、最後のスクリプトっていうところを見ていただきました。はい、で、ここですね、ぜひお伝えしたいところ、まあ、さっきもすでにお伝えしたんですけれども、小さく産んで大きく育てるっていうことですね。特にファイルメーカーっていうのはですね、まあ、全社的なこう機関システムみたいに、仕様が完全に決められているもの、必要な機能はこうだとか、要件がすごくはっきり決まっていないところに使ってこそ、まあ価値が発揮されるものかなというふうに思います。どういうことかというとですね、まあ、それがさっきも言いました現場、ファイルメーカーってすごくまあ現場志向な製品なので、現場の業務がどういうふうに効率化されるか、現場の人がどういうふうに困っていて、どんな課題があってっていうところ、それをファイルメーカーで解決、いかに解決するかっていうところで役立ていただけるところでございます。どういうことかというとですね、ファイルメーカーの小さく産んで大きく育てるとよく言われるんですけれども、実際にそういう、まあ、いろんなこう業務の現場で行われているその業務フローとかっていうのはですね、なかなかこう固まっていないことがあります。なのでこういう機能が必要だ、こういう仕様になってないといけないと思って作ったとしても、実際使ってみると、あ、そうでもなかったな、ここよりももっとこっちにこういう機能しておけばよかったとか、やっぱり使ってみて初めて分かることっていうのがあるんですね。さらにシステム化することによる潜在的な要件が顕在化、ここまでできるんだったらこんなこともできたらもっと便利になるよねとかっていうのが、そういう現場からのフィードバックをもとにシステムを柔軟に変更していって、どん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 ブラッシュアップしていくことができる。今さっきご覧いただいたように、最初作るんですけれども、作って終わりじゃないです。作っても使いながらどん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 機能を追加していくことができる、そうやってどん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 大きくこう育てていくことができるっていうのが、まあ、ファイルメーカーのすごく大きな特徴じゃないかなと思います。で結果的に現場がどん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 効率的に、現場の業務に合わせた完全にマッチしたものが出来上がっていくというのが非常に、まあ、ファイルメーカーの美しいところかなというふうに思います。まあ、そういうファイルメーカーですけれども、実際本当にいろんなところで使われています。まあ、ファイルメーカーはアプリを作る、そして使うためのツールなので、特にこの業務に特化しているとか、この業種に特化しているというものがあるわけではないです。本当にもうそれでファイルメーカー何を作るかっていうところなんですね。なので本当に幅が広いですね。営業支援系のシステムだったり、もう工場の生産管理の周りだったり、ヒヤリハットの管理とか、特に多いのはこういう点検系がやっぱ多いですかね。設備点検だったり、建設現場でのいろんな点検業務だったり、あと、まあ、オフィスの中のいろんな点検だったり、店舗でもですね、店舗チェックってありますけれども、店舗でのいろんなこう衛生チェックみたいな点検だったりですとか、そういうチェックリスト、点検っていうのはファイルメーカーすごく多いですね。まあ、やっぱりそういうのって結構紙で
やられたりするんで、その紙で点検をするのではなくて、その紙を iPad に持ち替えていただいて、ファイルメーカーで作ったカスタムアップでこうタップするだけで点検ができる、さらに集計だったりその情報がすぐに本部に、すぐに送れるとかで傾向を分析する、まあ、そういった、ことがすごくやりやすくなりますね。あと、まあ、医療ファイルメーカーのメディカルセッション、今回のロードショーでもあるぐらいですね、医療の現場でもすごくよく使われてたりしますし、まあ、非常に幅が広く使っていただいてますね。で、事例ファイルメーカー社が作成したいろんな事例のビデオの一シーンだったりするんですけれども、そうですね、皆さんご存知なところで言うと、こちらタクシーの中でビジネスマンの方が iPhone を触っている映像がありますけれども、こちらホリプロ様ですね、ホリプロさんのいろんなタレントさんのこうマネージャーの方がやっぱり日報を書くんですけれども、今までは複写式の紙に1週間分の日報を書いて、それを上長に提出して、またその上の人っていうのがこう回っていって、そこにいろいろコメントが記入されてこう戻ってくるみたいなやり方だったみたいなんですけれども、そうするとすごくその情報が流れていくのが時間がかかるんですね。もっと本当はタイムリーに状況を把握しないといけないのに、上の方の人に回っていくのがもう1ヶ月後だったりとかでするとやはりその情報の価値っていうのはどんどん薄れていってしまうので、よりタイムリーにいろんなこう情報管理ができて、さらに現場の人と上の人とのこのコミュニケーションツールとしても使えるような、そんなファイルメーカーの仕組みを導入されてますし、あとこちらビールの樽が見えますけれども、ビール好きな方はおそらくご存知の夜な夜なエール、ご存知の方いらっしゃいますかね。はい、軽井沢のヤッホーブルーイングさんというビールメーカー、クラフトビールのメーカーさんですけれども、そちら出荷するビールに樽にビールを詰めて出荷してお店で空っぽになった樽がまた戻ってくるんですけれども、その樽が結構戻ってこなかったりするらしいんですね。別のビールメーカーさんに行ってたりとかして、結構高いらしいんで一個一個その樽がなくなることによる損失っていうのもそれなりにあったということで、この樽がいつどこに出荷されていつ戻ってきたかみたいなのを、こういうふうにバーコードも使いながらですね、 iPad とファイルメーカーで管理されているような事例です。はい、などなどファイルメーカーのお客様事例はホームページにもたくさんもう映像だったり、まあ写真文字などなどで載ってますので、ぜひ一度ご覧いただければというふうに思います。最後にちょっとあんまり時間がなくなってきたんですが、じゃあファイルメーカーを実際使ってカスタムアップを作るためのスキルをどのように習得いただけるのかというところですけれども、いくつかご紹介をさせていただきます。はい、まず一つ、明日の午前午後でも実はここでやるんですけど、ファイルメーカー開発体験セミナーということで、大阪でもですね、定期的に無料のこのハンズオンセミナーというのをやってます。実際に3時間ぐらいで、ファイルメーカー触っていただいて、今日私が作ったデモでお見せしたものをプラスアルファぐらいですかね、実際に作っていただきます。そしてそれをサーバーにアップロードして iPad で開いて触ってみるというようなところまで一通り体験いただけるセミナーがあります。トレーニングというよりかは、まあ、ファイルメーカーでどんなもんかなというのを実際に体感いただくようなセミナーですけれども、これ無料のものがありますし、カスタムアップアカデミーというホームページでですね、動画を中心としたチュートリアルがあったりですとか、ファイルメーカーマスターブック、初級編、中級編、上級編という3冊構成の、結構紙にすると結構分厚いんですけども、まあ、こういうテキストブックが PDF 版は無料ダウンロードができますよとか、ウェブセミナーも結構やってますね。もっと進んだ頃かもしれないですけれども、結構細かいと何でしょう、具体的な技術トピックについて我々でしたり、我々の開発パートナーさん、ベテランの開発者の方が、一つのその何らかのテーマに関して、まあ、20分から1時間、まあ、様々ですけれども、で講演というウェブ上で、開催されるセミナーです。そしてファイルメーカーマスタートレーニングという我々ファイルメーカー社がご提供する公式トレーニング、入門初級中級上級4つのコースがございます。でこれら無料なんですね。これだけさすがにこれトレーニングだけちょっと有料ですけれども、まあ、技術研修ですが、それ以外上の4つは無料です。で実際にですね、ファイルメーカーのホームページ行っていただければ、こうトップ画面ですが、ここにラーニングというのがございまして、そのラーニングクリックしていただくと、はい、
ラーニングクリックしていただくと、はい、こういうカスタムアップアカデミーの動画だったりですとか、もういろいろこう知識を広げましょうということで、例えば先ほどのファイルメーカーマスターブックダウンロードだったりですとかっていうのができるようになってますので、ぜひこの辺見ていただけいろいろ有用な情報があるかと思います。はい、そしてイベントのところからですと、ウェブセミナーが、今後の予定も確認いただけますけれども、ここでは録画を見るというところがありますので、過去に開催したウェブセミナー全部アーカイブされているので、遡って録画をご覧いただくこともできます。でかなりいろんなテーマがありますので、壁にぶつかった時にもしかしたらこのウェブセミナーがその回答になるかもしれません。そしてファイルメーカーコミュニティというですね、実際に質問を投稿してベテランの開発者の方が回答してくれるような、そういう掲示板みたいなものがある、そういったコミュニティというのも、これも無料で利用いただけますが、ございます。で、既にファイルメーカーをお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんけれども、まだご検討中という方、まずはですね、45日間の無料評価版がありますので、まずはお試しいただいて、ちょっと触ってみていただければなというふうに思います。そして最後ですね、キャンペーン情報、これもオープニングセッションでお話ししましたが、スタートアップ企業応援プログラム、設立から3年以内の企業様に限定なんですけれども、応援するキャンペーンということで、最長3年間 50% オフというすごくお得なキャンペーンがございます。で、このスタートアップ、なんでスタートアップなのかというところもですね、先ほどの小さく産んで大きく育てるというところと実は関連してまして、スタートアップの企業さん特になんですけれども、今後そのビジネスがこうどういう方向に進むかまだわからないっていう場合に、やっぱりシステムもですね、その状況状況に応じて柔軟に姿を変えていく必要がある、調整方向性を調整する必要があるみたいなことがありますので、そしてその結果、最初は小さいシステムもその企業さんのビジネスの成長とともにシステムも一緒に成長していく、そういった形でファイルメーカーをお役立ていただければなというのがありまして、今回スタートアップ企業応援プログラムというのを展開させていただいてますので、もし該当する方いらっしゃいましたらご検討いただければというふうに思います。はい、それではですね、1分ほどちょっとオーバーしてしまいましたが、以上で、私のセッションとさせていただきます。またしばらくちょっとこちらにおりますので、ちょっともしご質問等々ございましたらですね、すみませんが直接お声掛けいただければというふうに思います。それではどうも、ご清聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございます。森本様ありがとうございました。皆様今一度盛大な拍手をお送りください。ありがとうございます。ありがとうございます。